本日のゲストなんですけど、ここら辺で待ち合わせの予定なんですけどね、まだいないです。確かあいつは後輩だった気がするんですけど、先輩をねこう待たせるってどういうことなのかな。ミキさん、時間ねえのに尺食ってんじゃねえよお前。すいません押してるっつってんの。ごめんなさい。走りたかったの。走りたかったの。久々の運動。俺さ、モンドリック打ってくれるぐらいはするのかなって思ってたんだけど、途中まで見て意外と普通に飛んで普通に着地しちゃいました。畑中タスク君です。すいません今回のおもてなしゲストは大注目の若手声優畑中タスクさん。1994年生まれの22歳、現役大学生だが数々の作品で主役をこなす。人気妖怪バトルアニメで主役を演じ、ミキシンとはその作品で共演。若さとハイテンションさがあふれる畑中さんだが、約30歳の年の差があるミキシンとどんなトークを繰り広げるのか。さあ今日のゲスト畑中タスク君、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は畑中君をイメージして用意させていただいた車はこちらです。コルベットの Z06 です。うそー、どうだ。いやだって言葉が出ないですよ。もうこれ声優なんだから。そうですね、喋りなさい。ちゃんと喋れるようにしないといけないですけど、はい、いやもうあのいくらでも、はい、多分長時間見てられるほどのこのフォルムと、うん、あとそうですね、なのにこの繊細さを欠いてないこの内部のこの綺麗さと、うん、なんでしょうね、このいくらでも舐めるように見ていたいですね。お前言葉下手だな伝わらないかな。いや伝わってると思うよ。伝わってほしいんですよね。どう、あのさ、この色とさ、このね、黒と黄色のバランスであったりとかね、うん、でこれ特別仕様だから、GO6 っていう、だからちゃんとここに社名もホイールに入ってたりとかするわけですよ。いやそうですね、最高のデザインですよね。まずで中はこんな風にねなってます。いいっすね。いやなんかこの俺スポーツカーのこういう椅子とか座ったことなかったんで。マジか。マジです。これ結構初めてです本当に。本当、はい、じゃあ座るのやめようか。やめてください。ちょっとなんでその提案。いやそれはミキさんに座るのやめようかって言われたら僕もはいやめますとしか言えないです。言えないからな。言えないです。まあとりあえず君乗っていいからこれで。いやちょっと乗りたいですね。これよかろう。いやそれ後ろがかっこいいんだよ。後ろもその後ろって俺まだゆっくり眺めて。ほらあーいいお尻だ。お前、ね、基本子供だからさ、お尻とか好きだよね。好き。見てこのタイヤの太さとか。そうっす。あーいや、タイヤの太さ半端ないっすね。いいでしょ。うわー。でこれが僕がイメージした君なのよ。はい、うわー、まあ。乗ってみないと分かんない部分もね、そうですね、いっぱいあるだろうけど、ここに若干もうすでに。なんだろう、やんちゃっぽい感じするでしょ。やんちゃですね。やんちゃっぽいですね、うん、だからそのやんちゃな感じと後で乗ってもらって、はい、ちょっと僕が思ったことを車の中でちょっと説明するから。うわ、じゃあこの車でちょっと行きましょうね。はい、楽しみです。じゃあちょっと乗ってみようか。助手席乗ります。乗ります。お邪魔します。はいよ。おお、最高。仲よかろう。仲いいですね。お、超かっこいいいいですね。かっこいいコルベット。コルベット、いやもうこれだけでテンション上がりますよ。なんかもう燃えるよね。燃えますね。このマークがね、うん、あーたまんない。ちょっとシートベルトとかしてみようか、はい、これちょっと